こんにちは。僕の動画のコメントで、キリンの動画はイヤホンなしで見られないとよく言われるので、これについて、こんにちは倫理協議会と48時間協議してきました。そして協議の結果、一番美味しいポテトチップスは、幸せバターという結論に至りました。異論は認めますぞ。皆さんは、レンちゃんパパという作品をご存知でしょうか？この作品は、もともとはパチプロセブンという雑誌に掲載されていた作品で、単行本化もされていなかったのですが、今年2020年5月頃に突如として注目を浴び、ツイッターでトレンド入りし、この作品が読める漫画サイト、漫画図書館 Z は一時サーバーダウンをする事態にまで発展しました。また、レンちゃんパパは全編コメディタッチで描かれながらも、ブラックで胸クソ悪いストーリーが続くため、別名飲みやすい猛毒と呼ばれています。特に主人公の日の本進の悪行は目に余り、日本一のクズとの呼び声も高いです。というわけで、まさにクロちゃんの擬人化とも言うべき邪悪すぎる日の本進の最強クズエピソードを、本作のあらすじやネットの反応も交えてご紹介していきたいと思います。大河悲劇の始まり。本作の主人公、日野本進は、平凡な見た目をした仕事熱心な30代の男性教師であり、アパートで妻の雅子と息子の浩二の3人で、パチンコなどとは無縁の生活を送っていました。そんなある日、進が仕事を終えて帰宅すると、浩二が1枚の紙を差し出します。その紙には雅子の字で、探さないでください、といった文章が書かれていて、進が困惑しているところに借金取りの男性が部屋に入ってきました。僕はこの借金取りを見た瞬間、眉間の毛根がいつか頭に移植されますようにと切に願いました。実は雅子はパチンコで300万円の借金をしていて、夜逃げしていたのです。ですが、スズメに利息を支払う財力はなく、仕事に行く際にも借金取りに後をつけられるようになったことで仕事を失ってしまいます。スズメはこの状況に悩んでいましたが、浩二からお母さんがテレビ画面に映ったという知らせを聞き、そのわずかな情報をもとになんとか雅子が愛人と一緒にいるところを見つけ出し、進は雅子に対して一緒に人生をやり直すことを提案します。そして雅子はその提案を受け入れたかのような態度を示したのですが、実はその態度は演技であり、進と浩二が雅子の帰りを待っている隙に、雅子は愛人を引き連れて裏口から瞬足で逃走しました。その時の雅子と愛人のスニーカーはやはり瞬足だったとか、知らんけど。止まらない悪行。進は妻に逃げられた後に再就職を試みるもののうまくいかず、借金やわずかな退職金をもとにパチンコにのめり込むようになり、さらに浩二に対して悪いのは俺だけじゃないなどと責任から逃れるため幼い態度をとっておやり出し、浩二はバブみを感じました。そんなある日、進は一人の女性とパチンコ店で知り合い、浩二をよそにその女性と暮らし始めます。そして進はその女性から金を借りつつ生活するという、いわゆる紐になり、さらに女性に借りた金を全てパチンコにつぎ込みゼロにしてしまい、次は返すを口癖に幾度となく金を求めるようになります。そういえば僕も昔、友達からエロ本を借りては全ページをパリッパリにくっつけ、次は大丈夫と言ってはまたパリッパリにしたものです。また進は作中、浩二と共に様々な人の家に居候をするのですが、その人たちは進と知り合ったために様々な不幸に見舞われることになります。なることから、進は疫病神のような存在になってしまいます。これはアマピエのお守りの力でも手に負えないかもしれませんね。また進は信用されて自身に預けられた金や、元教え子たちから再就職のために与えられた金を欲望のままパチンコ台に回すだけでなく、後に愛人の子供を身ごもった雅子と再度暮らし始めた際には、雅子の胸ぐらを掴んで出せってんだよと言い放ち、40万円の出産費を奪って楽しそうにパチンコに勤しむなど、その姿は怒りなくして読むことはできないでしょう。僕も読んでいて怒りのあまり右の睾丸が破裂しました。さらに進はパチンコ代を稼ぐために強盗を目論んだり、借金取りの手伝いをした際は借金をしている人の子供が通う学校の前で子供に対し親が借金している旨を大声で叫び、子供がいじめられるよう仕向けるといった極めて悪質な方法で返済を迫ります。
これにはさすがの大木ママも低音ボイスでブチ切れた後、巴投げするに違いありません。また身近な人を借金をさせてまでパチンコにのめり込ませ、そこで得た金を自身のパチンコ代に充てるという所業にも及んでいて、さらに息子の担任の女性教師を無理やりおせっせしています。ですが進むはそういった悪行に及んでもなお、などと発言しつつ満面の笑みを浮かべていて、その姿はサイコパスというほかありません。ちなみに僕は常々アヘ顔ダブルピース全裸で街のメインストリートを歩いているので、もしかすると進むよりヤバいのかもしれませんね。また進むは周囲からパチンコをやめて働くよう何度も説得されるのですが、その説得の度に自分にとってパチンコは仕事だなどと、働いたら負けかなと思ってる的な論法で保身に走っていることから、パチンコのプロを自称することで自身を無職であることの劣等感から遠ざけ、自尊心を保っていることがわかります。これはまさにゴリゴリの童貞が俺二次元にしか興味ねえからと嘘をつき、モテないという劣等感からギリギリのラインで自尊心を保っていることと同様です。その後、ここからはネタバレになりすぎないようにふわっとした説明になってしまうのですが、その後進むにもある転機が訪れることになり、これを機に進むはこれまでの罪滅ぼしのごとく自分勝手な言動を慎むようになります。例を挙げると、康二の誕生日プレゼントとしてパチンコ店の景品のゲームボーイを与えたり、塾の講師として社会貢献するようになりました。しかし進むは決して許されない一つの大罪を犯していました。てんてんてんっていうことなんですけど、その滞在の詳細については漫画サイト漫画図書館 Z で無料で全巻読むことができるので、ぜひ実際の作品で楽しんでみてください。ネット上の感想と作品から得られる教訓。進むの行動を見た読者たちは、ここまでクズだと爽快感がある、こいつはハンピーにしなければ気が済まない、怒りで左の睾丸が破裂した、伊藤誠と伊藤海樹のダブル伊藤が聖者に見える、キリンほどではないといった感想を述べていて、さらに進むは作中に何度も死に直面するものの、その出来事も全て進むの悪運によって回避されてしまうため、進むの死を心から望んでいた読者は憤りを覚えました。また中には女性教師に関する罪を最大の罪とする声も一定数存在していて、さらにギャンブル依存症に陥った人間の心理や、金銭に余裕がある時に限ってパチンコの調子が良くなるといったリアリティに関心する声も上がっているほか、真のクズは進むではなく政子なのではないか、政子は瀬戸内寂聴に弟子入りしろ、麒麟の筆下ろしをしてやれといった意見も存在します。なお、この作品からはギャンブルの恐ろしさのみならず、遊ぶことを知らずに大人になり、大人になってから初めて娯楽に触れてしまうと理性のブレーキが壊れて暴走してしまう危険性などを学ぶことができるほか、若い時から適度に遊びつつ真っ当に生きることの重要性を知ることができます。とりあえず進むと雅子は Uber Eats で真っ当に働けばいいと思います。ま、僕の家に来たら絶対に置き配にしますけどね。さ、はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てさてとパチンコ行こうかなと思ったレンちゃんパパから何の教訓も得られない愚か者たちは、高評価とチャンネル登録、ベルマークの通知登録をして、アニメチャンネルとサブチャンネルの登録と Twitter のフォローは動画概要欄からよろしくお願いします。はい、ということで賢者タイムなんですけど、久々は質問箱です。学校で好きな人と近くの席に慣れていろいろ話していたのですが、なんと好きな人もキリンさんの YouTube を見てるということで、とても盛り上がって、これは盛り上がったっていうのはちょっと、まあ何が盛り上がったみたいな話はしてないんですけど、まあおそらく話が盛り上がったっていうのと、まあ股間が盛り上がったっていうのの、ダブルミーニングだと思います。こういう結構ね、あの歌詞とかがね、あの自分の曲の歌詞とかでね、あの1個の単語で2つの意味を込めるみたいな、そういうちょっと口頭テクニックを、入れ込んでいらっしゃいますということで、ということで とても盛り上がって話ができて嬉しかったです。これも全部キリンさんのおかげです。なので今日はキリンさんのことを思ってしこって寝ますということなんですけど、まあね、ありがとうございます。キリンのことを思ってしこっていただいてっていう、まあでも逆に申し訳ないですね。その好きな子がこれ、この動画もしかしたらね、このその好きな子も 見てるかもしれないんで、まあそれ見ちゃうとですね、もうその子がですね、僕に対してちょっと嫉妬の念を抱いちゃうかもしれないんでね、とても申し訳ないなと思うんですけど、まあただね、僕は僕として、まあそれ、僕のことを思ってしこって寝る、彼がいて、彼がキリンを思ってしこってるのを知って、
嫉妬する彼女で、その何とも言えない関係性のことを思って、僕は今晩ですねしこって寝ようと思います。まあ、ということでね、これを聞いてる皆さんはそんな、絶妙な薄氷の上に立っているかのような繊細な三角関係を思いながら、まあ、しこって寝てもらえれば、まあ、みんな結局しこって気持ちよくなって寝れるということでいいんじゃないかなということでした。はい、さよなら。